音ブロックを使って音楽を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーター、レッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの端から上に向かって3回クリックしたリピーターとブロックを交互に置きます。設計図は一度にブロック4個分を表示するので、目印として看板を立てていくか、ブロックの種類を変えながら4個ずつ置きましょう。このビデオの音楽の音ブロック回路が3つだった場合は、右にもレッドストーンを10個置き、右端から上に向かって3回クリックしたリピーターとブロックを交互に置きます。音ブロック回路が2つの場合はこの項目を飛ばしてください。ブロックの右にレッドストーンを置き、クリックなしのリピーターを3個置きます。設計図を見ながらリピーターの間の地面を変え、上に音ブロックを置きクリックします。ブロックから音ブロックまでの空間は別のブロックで埋めます。音ブロックは地面の種類により楽器が変化し、クリックすることで音が高くなります。設計図では数字の色の組み合わせで地面の種類を表現します。数字の大きさは音の高さになります。音ブロックを置いた後に数字の量だけクリックしましょう。楽器の数は機種やバージョンによって違います。音ブロックの見た目がこの場合、楽器は5種類です。音ブロックの見た目がこの場合、楽器は16種類あります。数字の色の組み合わせと地面の種類を見ていきましょう。5種類の楽器の説明です。明るい音ブロックに白色の数字の組み合わせの場合、音ブロックの下に石ブロックを置きます。黄色は砂ブロック、水色はガラスブロック、オレンジは木のブロック、緑は草ブロックを置きます。16種類の楽器の説明です。5種類の楽器の説明に加えて、暗い音ブロックに白色の数字の組み合わせで骨ブロック、黄色は金ブロック、水色は氷塊ブロック、オレンジはウールブロック、緑は粘土ブロック。丸い形の音ブロックに白色の数字の組み合わせは鉄のブロック、黄色は星草のブロック、水色はソウルサンド、オレンジはカボチャブロック、緑はエメラルドブロック、ピンクはグローストーンです。ステップ1で作ったボタンを押すと音楽が始まります。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。
いろんなゲームの音ブロックでこれからも演奏していきますよ。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。